用水に使用する電力の公式において、Q は1秒間あたりに水道管を追加する水の量なので、水の総量を代入すれば電力量を計算できます。値を代入して計算すると2500MWh です。A より求めた必要な電力量を入力する電力で割ると、かかる時間を計算できます。水の総量をかかる時間で割ると流量がわかります。60立方メートルパーセカンドです。答えは A が5番、B は3番です。